柱こそが世界の礎だ。集え、よるべなき魂よ。よき終わりは、よき始まりへと続く黎明なのだ。あれだな。よし、浄化しようぜ。考えればわかることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。おい、気をつけろ。まず一つだ。この調子で行こうぜ。Hey!
先を急がなきゃ。結界が仕掛けられていたのかよ。できすぎだぜ。は完成にどれくらいかかりそう。まだ大丈夫だ。結界をやっ、よし、こいつで最後か。さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか。ああ、疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸に繋がる電話だ。それと使うにはテレフォンカードが必要だ。それも探す必要があるな。こちらから連絡が取れるように特別な公衆電話を用意しておいたんだ。使うとは思わなかったけどな。
んでわざわざテレホンカードなんか必要なんだよ。エドの趣味だ、本人に聞け。懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。マジか。印の色が違う。あ、これだ。あとはテレホンカードか。商店街を探してみよう。
Thank you.
さあどうぞ。感謝しろよ。なんだ、様子がおかしいな。何か教えたいんだろうね。まだまだいそうだな。これ持って行っていいかな。いいんじゃないか。今は非常事態だ。よしよし、早くしろよ。今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ったく人間嫌いめ。地蔵通りの駐車場か。エドたちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。これでまた強くなれた。
これはこれで気味が悪いな。いちいちビビってんじゃねえよ。このご神木には小玉という守り神が宿っています。しかし物騒な化け物が小玉の力を奪おうとやってくるようになったんです。奴らに小玉の力を渡せばご神木はやがて枯れてしまうでしょうな。それなら奪われる前に俺たちが回収してやろうぜ。その方が良さそうだね。助けなきゃ。これで小玉を狙う奴はいなくなったな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。あなたたちが役立ててくれた方が良いはずです。小玉をお願いします。